あいみよいこばい日本語チャンネル、日本語チャンネルのよいこです。このチャンネルでは、日常会話で日本人がよく使う、日本語を紹介していくチャンネルです。日本語を勉強している方にぜひ見てもらいたいです。それと、日本語にたくさん接してほしいので、今回から日本語で、お話をします。で、キーポイントがポイントがあった場合には、こちらに出しますの、フレーズを出しますので、チェックしてみてください。はい、今日のフレーズはですね、こっち？あっち？どっち？というフレーズを使います。もっとフォーマルに言うと、こちら、あちら、どちら？というのがもっとフォーマルな言い方です。日本語の日常会話では、こっち？あっち？どっち？が多いですよね。はい、それでは使っていきたいと思います。こっち、こっちは一番自分から見て近くにあるときに、こっち、こっちと言います。またはこちらはこちら、と言います。例えば、こっちから進みましょう、こちらからどうぞ、こちらからどうぞ、というふうに一番近くを案内するときに、示す方向ですね、方向を示す、表現です。はい、次はあっち、あっち、もっとフォーマルだとあちら、あちらですね。これも方向を示す表現です。こっちよりももう少し遠くを示すときに、あちらと言います。またはあっち、あっち。そうですね、自分から見えてるんだけど少し遠いところを示すときに使います。はい、例えば、あっちからは入れないよ、あっちからは入れない。フォーマルに言うと、あちらからは入ることができません、あちらからは入ることができませんと言ったりします。はい、次はどっち、どっち、どっちというのは英語で言う which is something は、どっち、 this one or this one、 OK? になりますので、どっちがいいですか、どっちがいいですか、という時にも使いますし、どちらがいいですか、という言い方もします。例えば、どっちが好きですか、どっちが好きですか、と言った時に、こっちかな、こっちかな、あっちは好きじゃない、あっちは好きじゃないですと言ったりしますので、自分が言いたいものがどこにあるかを、考えて、表現しなければなりません。スパゲティとピーザーは、どっちが食べたいですか、どっちが食べたいですか、というふうにも使いますし、
これとこれどっちに入ってると思う？どっちに入ってると思う？こっち？こっち？というふうに、まあ、ゲームとかでも使える表現になります。便利な表現になりますので、ぜひ覚えてほしいです。はい、 So thank you for watching this video today. Please check this video again because you need to practice how far it is, the phrase which how far it is a little bit complicated to remember when you study Japanese. So, please repeat this video again, please. And if you like this video, please push the like button and don't forget to subscribe this video channel. それでは、こちらのビデオが楽しかったな、ちょっと役に立つなと思った方は、いいねボタンを押していただいて、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。 OK, see you. Bye bye.